まあこのメカメカしい感じがすげえかっこいいんですけどね。今回はマルチについてやっていこうと思います。でシンセやってる人だったらだいたいオシレーターとかフィルターとか LFO って理解できると思うんですけど、マルチってちょっと僕分かんなくて、モジュラーシンセも初心者なんで、で海外のマニュアルとか見て調べたらニュートロンってインに1つアウトに2つのマルチがあるので、インに入れた1つの信号を2つのパッチにアウトするっていう仕組みみたいですね。じゃあ早速やっていこうと思います。 LFO のアウトからオシレーターのシェイプと LFO のシェイプに送ってみようと思います。 LFO のアウトからマルチの イン につなぎます。でマルチ1のアウトから LFO シェイプに入れます。でマルチ2のアウトからオシレーターシェイプの2に入れます。2つのパッチに信号いってますよね。じゃあ音出してみます。これ全然楽器に見えないですよね。まあこのメカメカしい感じがすげえかっこいいんですけどね。